広。こっちもあんだね。とりあえず2階に行きますか。おっ。はい、おはようございます。今回はですね、こちら隠し城というゲームをプレイしていきます。こちらの Steam でホラーゲームちょっと確認してたら、多分新作なんですかね。新しく出てたホラーゲームっぽいので、今回こちらプレイしていきます。私は〇〇県に存在するパワースポットとして有名な山に登山をするため訪れた。しかし運悪く大雨に降られてしまった。しばらく山の中をさまよっていると立派な城を見つけた。このまま外にいても危ない。しばらくここで雨をやり過ごそう。これで城の中入ってくんだ。すごいな。F キーで懐中電灯、はい。おお。すごいですね。E キーでアイテム欄。ん？アイテム欄。はい。なるほどね。このまま天守閣に入っていくと。ここは何なの？すごいな。手に閉まる自動ドアタイプ。広いですね、これ絶対。はい。旅人のメモ。これを読んだ誰か、頼む、助けに来てくれ。やばい奴がうろついている。何か使えそうな鍵は手に入れた。何とかしてこの城から出なければ。何かいる。ん？使えそうな鍵。これ出れる？出れないですね。この中に何かいるんだ。雨宿りして迷い込んだお城に何かいるんだ。運悪いな。とりあえずこっちしか行けなさそうなんで。おっ、びっくり。なんか、やばい。ちゃんと見えなかった、今。なんか、能面っぽいものは見えた気がするんだけど。具体的に何がいたのかちょっとわかんないな。怖すぎる。2階もありますね。先にこっち開けようか。はい。ここはなんだ？荒れてるなぁ、だいぶ。ここが鍵だ。ここに行けばいいのかな、最終的に。あ、ありますね、なんか。刀が置いてある。あの刀でやっつける的な感じかな。〇〇藩の日誌、1653年4月13日。ここ数日で分かったことがある。例の面をかぶった者は、精神が異常になることと引き換えに、人ならざる力を手に入れ、並大抵の傷では死ななくなる。だが不思議なことに、太陽光を存分に吸った鉄で作った刀で切られると致命傷となるらしい。いざという時のために外刀を保管しておく必要がある。マルマラハン日誌、1653年4月9日、私の予感は当たった。あのお面を手に入れて以来、城で奇妙なことが起こり始めるようになった。そして戦国、兵士が例の面をかぶったかと思えば気が狂ったように剣を振り始めた。負傷を負わされた者も少なくない。なんとか数人がかりで檻に閉じ込めたが、力が人間のものとは思えない。これも面の仕業なのか。戦に使えるかもしれない、調査すれば。これ読む順番は逆なら多分。ある兵士がとある品を市場で買ってきた。その兵士曰く、それはどうやら平安の著名な術師が作り出した面であるという。確かに、その面からは異様な気配がにじみ出ているように感じる。何事も起こらないといいが。さっき覗いてたやつが多分面かぶってたやつで、そいつをこの刀で切りつけるみたいな感じなのかな。最終的には一輪刀か。鬼滅の刃じゃん。太陽の光を込めた。ねえ、こっ
地もあるね。怖いな。わ、広。こっちもあんだね。とりあえず2階に行きますか。おっ！なんだよ、日本人形。髪が、カヌレみたいになってる。カヌレか、これは。いや、怖いな、これ、お面との鬼ごっこ的な感じなの？はい。わあ、入り組んでる。はい。何？危ねえな。いけない。何もないですね。はい。檻に閉じ込められていた兵士が檻を破壊し、城内に解き放たれてしまった。信じられない力で誰も手足ができない。城内の多くの者がすでに彼に殺害されてしまった。生き残っているのは私だけかもしれない。こんな場所が見つかるのも時間の問題だ。なんとかして例の刀を取りに行かねば。まずいね。じゃあやっぱいるんだな、この城の中うろついてるわ。ここは何？何かある？え？赤べっこ、獅子舞のおもちゃが置いてある。使えないんだもんね、特に。広いっていうか入り組んでるな、めちゃめちゃ。怖っ。何これ、こんなたくさん買ってきたの、市場から。うわ、何？1個落ちた。拾えない。俺もこれつけて人ならざる力を得たいんだけど、そういうもんではない。ここは押せるね。ちょっと広くないか。これ押して。隠し扉だったようだ。全然隠れてなかったけど。何なの、この部屋。また日本人形があるね。これ全部開けられる。何か入ってるかな？あ。封印。お札。おい。お札を手に入れたら日本人形がいなくなった。何？何このカヌレ。いいのかな？ちょっと怖いんだけど、本当に。こっちは。あ、さっきの裏側ですね。一周して戻ってくる感じ？はい。違うな、でも。3階に行けますね。こっちは特に何もないかな。はい。暗いけど、これつけられない。消えちゃってる日が。わ、ここも何かある。なんだろう。お札を使う。はい。わ、めっちゃお札ある。絶対なんかあるな、ここ。封印。封 あとお札どんどん増えてくるんだけど。ああ、ここにいたんだ。こ
ここに封印されてて、違うな、そうだな、マガタマ、はい、どういうこと？これをつけてたのかな？本当に心臓止まるわ。上行きましょうか。そこに封印されてたっていうことだと思うんだけど。私しまいる。かわいい。びくともしない。びくともしない。あ、またある。どれだけ離れても、ここから離れられない。面の呪いによって。これはあれなのか。面をつけた人が書いた日記なのか。終わりだ。ここは開けられるな、多分。入る？何がある？なんだ、暗転した。怖っ。うわー。襲われる。何？やられた。めっちゃ笑ってる。え、ゲームオーバー、これで。体の感覚がない。奴に切られたのか。じきに私は死ぬのだろう。雨宿りをしようとしただけなのに、こんな城にさえ入らなければ、何か抵抗できる手段を持っていれば。薄れゆく意識の中で、奴の笑い声だけが頭の中で響いていた。エンドさん、血だまり。なるほどね。マルチエンディングなんだ。オッケー。まあ、最初からね、死亡エンドを引き当ててしまいましたけど。ねえ、私はただ雨宿りしに来ただけなんでね。死ぬのはちょっと、嫌だな。そしたら違う道行ってみましょうかね。とりあえず、一番上の部屋は入らない方がいいとは思う。とりあえずさ、ちょっとちゃんと見たいな、ここ。いたね。はい。ちょっとドキッとしたけど怖くないよ。確かに言われてみればさ、ここを開けるのが目標だったんだからね。そしたら、まあ、念のため読んどく。そしたら、こっから上行ってみようか。ここはまた新しいとこですよね。広いな。扉ばっかだ。ここは？誰か倒れてる。丸々新聞2023年9月25日。行方不明者続出。人が消える。森神隠しか。丸々県の森林と多くの地元民、観光客が行方不明となる事件が多発している。その森はパワースポットとして知られており、古くからの伝承によると、時間の流れが乱れる森という記録が残っている。この森でかつて遭難した経験のある中森さんは、森の奥深くで侍のような姿をした人を目撃したと語っている。丸々県警は近隣住民に注意を呼びかけるとともに、行方不明者の捜索を進行している。
帰ってこれたの、この人、中森さんは。息をしていない、ひどく痩せている。長カヌレ。旅人の目も、何日ここにいるのか、もう記憶すらない。ペンを握る力も入らない。じきに死ぬのだろう。でも、奴に追われる恐怖に比べれば死ぬことなどなんてことない。死は誰の後ろにも佇んでいる。誰の後ろにも。ああ、ビビった。今ね、後ろいるんじゃないかなと思っても、すんごい怖かったけど、今。鍵を手に入れた。もう鍵手に入れたね。この鍵がどこに使えるのかちょっと気になるな。もうあそこ開くのかな？お、使える。はい。これも取って、日本刀で。切れ味がすごそうだ。なるほど。これで切れるんですか？なるほど。こっちも見てみようか、ちょっと。あ、またいる。獅子舞。いや、何もなさそうだな。こっちの奥も見てみようか。はい、紙。一般兵の日記。この城のどこかにあると言われている勾玉は、呪いを弾く効果を持つ呪具であるらしい。問屋で売ったら、一体いくらになるんだろうか。あの勾玉、値段？売れるのか。勾玉はどこでやったっけな。2階に行きますか。そうですね。前が落ちるでしょ。カヌレ。カヌレ。はい。るね。いるわ、上に。勾玉は取っとこうか。さあ、これ振り返ったら来るんだよな。もう振り返った瞬間に日本刀。はい。切れ味がすごそう。はい。これ来るよ。はい。分かってたら怖くないけどさ。初めてはバカ怖いわ。じゃあこれで、このお面との決闘になるんじゃないのかな。今、太陽、おそらく太陽の光を集めてある日本刀は持っているので、戦えるんじゃないか。はい。行きます。さあ、どうなる？さあ、来た。やられる前にやれ。おお。あっけないな。この感じでこんな一瞬で終わんだ。音？俺は気がつくと病院のベッドの上にいた。どうやら山の中で倒れているのを発見してもらったらしい。あの土地に詳しい人が言うには、そのような場所に城は存在しないらしい。私は夢でも見ていたのだろうか。そう考える私の首には勾玉がかかっていた。エンド1、奇妙な体験。
なるほど。これであの侍を倒したエンド。あとは、確か1つ目の死亡エンドが3つ目だったと思うので、2つ目があるはずなんだよな。あとなんだろうな。考えられるのは、勾玉を手に入れずに進むエンド。ちょっとそれやってみますか。とりあえず行きましょう。あ、今ね、勾玉を持たずに最後の部屋に行こうと思って、封印のね、お札を手にいる部屋に行かずに今ここ来たんですけど、今ね、なんかいるんだよね、あそこ。さっき、一瞬着いた時はこれがいたんだ。はい、ということでね、日本刀持ってきてまいりました。はい。で、本当はここに勾玉の部屋があるんですけど、それは取らずに、ちょっと戦ってみようかなと思います。ごめんなさい。めっちゃボタンミスってる。勾玉がね、呪いを弾くっていうふうにあったんですけど、それが、今回、勾玉がない状態だとどうなるのか、ちょっと、見てみようかなと思います。はい。今、日本刀だけですね。いきます。これでエンディング変わるかな？一応日本刀持ってるんで倒しちゃう可能性はあるんだけど。来ました。日本刀持っている。倒して終わりかな？うん、鼓動が激しい。はい。上のベッドの上にいた。音？なぜだ、おかしい。どうして私はこんな場所にいるんだ。早くあの場所に戻らなければ。あの城に。私は病院の窓から飛び降りた。え？解けない呪い、なるほど。勾玉がないと、呪いにかかったまま永遠に苦しめられるっていうことなんだ。しかも結局はこれ窓から飛び降りて死んじゃったってことか。なるほどね。だから結局一番ハッピーなのは勾玉回収して、日本刀で敵を倒して呪いから解放されて終わりというのが一番多分ハッピーエンドなんだろうね。多分エンドはこの3つだけになるんじゃないのかな。はい。ということで今回はね、こちら、チームの新作ホラーゲーム、隠し城をやってまいりました。特にね、チェイスとかもなくて、非常に短いホラーゲームなので、気軽にプレイできるかなと思います。それでは、ありがとうございました。ではまた。